ます。こんにちは、こんばんは。カエデさんちへようこそということで、マホトさん、渡辺マホトさんが、同居女性に暴行を加えたこと、加えたっていうことで、まあ6月2日の日に警視庁に傷害容疑で逮捕されたことは、まあ取材で分かったと。まあ私の印象なんですけど、まあ暴力はしないというイメージはまあないんですけど、私はね、手を出すっていうか、まあ、肩をポンポンってやっちゃったりとかっていうのは、多分親しい中ではまああるだと思う。まあそれは信頼関係というか、本当に幼馴染とか本当に5年以上のまあ仲があって、それでなんて言うんだろう、まあそういうことは、まあ度を越すね、暴力とかっていうなら、まあ警察に訴えるとかそういうことをするだろうけど、本当に足を叩く、肩を叩く、背中を叩くって本当に朝ができるようなもの以外は本当に信頼関係というか、まあこいつはそういうやつなんだよねっていう、いや、印象というか、そういうのがあるから、まあ訴えないというか、警察に言うぞっていう話はしないんだろうと思います。で、まあなんか話がそれちゃったけどで、なんか10年以上ももう、まあ、YouTuber としてやっていて、まあ最近ではね、トリオ芸人のクロちゃんとコラボしたり、まあ音楽活動もしていると。でもう私はね、彼のそのチャンネルっていうか、まあ、番組を見たことはないんで、本当にたまにしか見てないんですよね。しかもその1分2分ぐらいで、まあ、他の動画を見ちゃったりとかするんですけど、本当に最近のでまともにちゃんと見たのは、ヒカキンと、まあ、コラボというか、まあ、ドッキリを仕掛けようと。でそのドッキリをかけたのが、まあ、デカキンさんで、まあね、ご存知の方は多いと思いますけど、デカキンさんは、まあ、ヒカキンさんのファンということで、まあ、モノマネというかそういう感じで、ね、チャンネル登録者を増やしていって、まあ、何回かそういうドッキリとかやってて、ね、そのデカキンさんを騙していたけれども、今回はちゃんとヒカキンと合わせましたっていう感じのね、動画だったんだよね。まあ確かに彼、マホトさんは顔がいいというか、まあ、どっちかっていうと可愛らしい顔立ちで、まあ、女性ファンが多くて、まあ、かといって、まあ、男性に疎まれているかというと、まあ、そうでもないと思うんですよね。まあ、顔とは別にして、その、なんていうんだろう、性格的に共感するものがあるから、性格っていうか、まあ、動画に対してね、面白いと思う人がいるから、まあ、男性登録者も多いと思います。でまあこのね、 A 子さん、同居している女性も
現役の YouTuber なんですって。知らなかったけど。でもともとね、この A 子さんっていうのはアイドル活動をしていたんだそうです。でまあある日っていうか、もう本当に6月の初旬ぐらいに、真琴さんが他の人と浮気をしてるんじゃないかという話を、まあ多分その話をしている時は、まあ最初は冷静に話していたと思うんですね。でそれがヒートアップしちゃって、まあ本当に喧嘩のようになって、でそのことに逆上した、まあ真琴さんが A 子さんを殴りつけた。で殴りつけて、まあ引き倒して顔を踏みつけたっていうことで、まあその後、まあその A 子さんがその場で110番をしたのか、それともこれはやばいと思って身の安全をね、身の安全というかそういうのを危険を感じたんで外に出て交番に行って実はこういうことで、暴力を振らえましたっていうことを訴えたのか分かんないんですけど、うん。でまあその後に、病院に行って全治2週間の怪我を負ったと。でまあ琴さんは現行犯逮捕をされましたということです。でまあ他のね YouTuber 仲間、まあコラボした人だと思うんだけど、彼はね先輩後輩の関係に厳しいって、まあオラオラ系というのかな、もう本当に体育会系の感じなのかな。で理不尽な要求も多く、女性との飲み会の開催を後輩に強要することも多々あると。で今回の逮捕で少し反省してもらえたらいいよねって言ってたんだけど、まあ、もちろん彼は、もう釈放されていているんですけども、まあ事務所からは謹慎処分となっていると。ミュージシャンとしてこれから売り出そうと。でまあその音源もレコード会社からいろいろとね配信、ネットを介しての配信だったり、CD としてそのCD ショップからの、あでもね、ルートっていうのかな、そういうのいろいろとやってきたにもかかわらず、そういうことでそこでストップしちゃったみたいですね。うん、一応無期限休止らしいですけども、まあこのことに対してその動画をまあちょっと見ました。内容が入ってこない。本当にね入ってこないんですよ。なんだろう、早口でペラペラペラーっと喋っている、すごくそういう印象があるんで、何があってこうなってこうなりましたっていうのがいまいち伝わってこなかったですよね。一回見ただけじゃちょっと分かんないと思う。でまあコメント欄を見ていると、やはり女性を殴る、まあ男女関係なくね、人を殴るっていうのは人としてどうなのかっていう意見もあるし、まあこれはね一般社会だったらクビだよねって、うん。で散々ね彼は他の
人に対してはこういう炎上とか暴力とかを出した時に一から出直せって言ってたんだよね。休止とかその生半可な感じでやるんじゃないと、一回もう全部断ち切ってチャンネルをまあやめて、でまた一からチャンネルをねその作り直せって散々言ってるにもかかわらず、なんで自分はやんないんだっていうようなことを書かれていましたね。多分昔から知ってる方は、まあ、そういう兆候というのかな、ちょっと暴力的な部分が垣間見れるのを多分知っていたんじゃないかなって思うんだよね。で多分でもまあそういうことを言えるのって、まあ、10年以上彼はやってきているわけですから、厳しく言えるのはまあもちろん社長だったり所属している事務所のね社長だったりするんだけど、今のウームに入ったのって本当に今年に入ってからとかなんだよね。だから強く言えない部分がまた多分ウームの社長さんだったりそういう上の人たちはねなかなか言えないんだよね。まあ本当に言えるとしたらそのなんて言うんだろう、ヒカキン、ステーキンだったり、まあ、瀬戸さんだったりカズさんのような本当に上の人が、こういうところはいけないよって言ってくれたら、まあ、少なからず耳を傾けたのかもしれませんね。でちょうどこの報道が出る前ちょっと前ぐらいにまあヒカキンがねヒカキンさんがちょっとね怪しいまあツイートをしてたんですよね。でまあなんて言うんだろう、地震とかいろいろ事件があって気がめいるけどもまあ気分を上げていきましょうみたいな感じで書いてあったのね。まあどんなことがあっても上を向かなきゃ前を向かなきゃっていうことを書いてあったんで、まあ多分彼もこのことを多分分かってたと思う。まあ事後報告じゃないけど事務所の方にも話が出てきたと思うんで、で事務所の方から実は真帆がこういうことになってたっていうことをね多分聞いてたと思うんで、まあそれの含みもあってからかなと思ったんだけど、実際まあそのことも含めてのツイートだったのか、まあね本人にしか分かんないことなんだけども、どうなんでしょうね。と言うしかないですね。皆さんどうでしょうか、今回の事件事故はどう思いますでしょうか。ご意見いただけたらと思います。それでは皆さんさようなら。